どうも、ケンビです。今回はですね、私にやり忘れてたことがあったんですよ。そう、以前にも動画で説明したんですけども、間もなく周年じゃないですか。周年に向けてですね、まだ一つやってないことがあったんです。それがですね、ノーマルクエストのボーナスステージの消化なんですけど、今現環境ですね、さらにワクワクミ EL というものがね、追加されたので、さらにね、効率よく経験値を獲得できるわけなんですよね。なので実際ね、どれだけ獲得できるのかというのをね、やっていこうかなと思います。私の今の経験値、どれだけ稼いでるかというとですね、切りのいい数字に揃えておきました。ちょっと端数出ちゃったんですけども、19億5000万。こちらを今、ボーナスで消化して、いくら稼げるかやっていきたいと思います。そして、おさらいなんですけども、ボーナスステージ消化にわたってですね、効率よい稼ぎ方なんですけど、3つあります。まず1つ、学びスポットをしっかり取ってください。はい。今、学びスポット出現率アップ中ということで、今、ノマクエ2倍期間中にやっております。この時にやれば、学びスポットが上昇します。かなり上がってくるということなので。モンパス会員になってない方でも、はい、いろんなとこ探せばですね、学びプラス落ちてる可能性あります。全然ありますので、ぜひね、学びプラスを取ってやる。そして、お試し期間で、モンパス会員、1週間ぐらいですね、お試しプレイみたいな、キャンペーンがやってる時があるんですよ。その時に、やればですね、必然的にですね、学びプラスになります。そして、二つ目が、ベルをしっかり鳴らす。ベルをしっかり鳴らす。今、経験値2倍期間来てるんですけど、これにベルを鳴らせば、3倍かける2倍で、6倍にはなりませんので、皆さん。まあ、いつでも大丈夫。ただ、2倍期間の時だけ、学びスポット結構落ちてるので、今やった方がいいよっていう話ですね。なので、2倍期間来てるんですけども、ベルをしっかり鳴らして、3倍にしてやる。はい。そして3つ目。先ほども触れた、学びスポット、そして、学びの力、EL ですね。こちらで経験値、獲得量を 65% に上げていきましょう。そうすることによって、さらにね、経験値獲得できますので、まあ、実際のところね、ボーナーステージを一つずつクリアしてですね、どれだけ稼げるか見ていきましょうということで、今回手元に時計用意しました。リアル時間です。はい。今、1時に撮っておりますけども、まあ、大体1時10分ぐらいからですね、始めて、ベル鳴らして、そっから、どれだけ、まあ、1時間やってですね、稼げるのか、見ていって、一通りですね、ボーナスステージ、今回全部消化しようと思います。実際のところ、見ていきたいなと思っております。そしたら、1時10分に、まあ、もなく1時10分になるんですけども、今回パーティー編成ですね、貫通タイプでできるだけ、友情コンボに無駄のない、そして照明と平面外しました。はい。照明と平面外してですね、友情エフェクト、最短で出せる、そんなキャラに仕上げております。そして、マルチではなく、ソロで、効率よく回っていきたいと思います。いくら稼げるんでしょうか。ボーナスステージを消化していきたいと思います。よし、スタート。さあ、ここからはスピード勝負となっております。行くぜ、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 行くぜ。よし。さあ、一発目、一番上の闇のボーナスステージ。こちらが獲得経験値多いところなので、実際どれだけね、多いか見ていきましょう。おこれで、超過してですね。そして、頭にですね、運枠をつけてると、パスとかね、いっぱい落ちやすくなりますので、最初の頃はね、運枠頭につけてやるのをお勧めとします。早いですね。うん。どんどん抜けていきましょう。無駄がないです。だいたい4ステージぐらい。4ステージぐらいでボーナスステージ。ボス戦まで突入して、ここでもう誰に当てても多分抜けれると思うんですよ、ね。よし。これでいいんじゃないかな。さあ、いくら経験値を稼ぐことができるんでしょうかということで見ていきましょう。私もね、非常に楽しみ。前に撮った時くらいあったかな200-300万は普通に稼げてたと思うんですけど、実際ね、259万8750稼ぐことができました。さあ、ここからはね、ちょっと、まあ、効率よくね、回っていきたいと思うんですけども、
このままですね、1時間お届けしてもいいんですけども、まあ、動画の尺がものすごく長くなってしまうので、ちょっと一旦、行きます。そしてまたね、1時間後ぐらいにですね、はい、まもなく1時間が経過しようとしているわけなんですけども、これなんで今になってですね、ボーナスステージ消化してるんですかっていう話なんですけどね、9周年が近いわけですよ。はい。ノーマルクエストの幕絵に関しては、周年ごとにですね、何かしらですね、アップデート、もしくは、ノーマルクエストの報酬のリセットがね、かかったりとかです。まあ、ランク上限解放、もうそろそろね、来てもいいんじゃないかなという頃合いなんですけども、まあ、そういったこともありましてですね、まだボーナスステージ消化してない方、この期間にですね、消化していただいてですね、はい、周年を迎えるのが理想かなという形です。はい。さあ、いくら、ケゲチ獲得できたんでしょうかということで、1時間ベル、フルプッパして、あのところ見ていきましょうということです。まあ、結構で、ね、消化できたんですけども、最後の方になるとですね、そんなに獲得はできなくなるんで、ね、1万ぐらいになって、そうです。だいぶ進みましたね。はい。ベル1個でですね、ちょっと全部回りきれないんですけども、まあ、この後ですね、見ていくんですが、はい、ということで、なんと獲得経験値が2億いや、違う。20億を突破しましたので、これすごいな。1時間で5000万。はい、稼げたということですね。5078万かな。ということで。引き続きですね、ボーナスステージ全部消化するとですね、どれだけ獲得できるかっていうのもね、この後紹介していきたいと思います。残すクエストは一つとなりました。初陣ですね。だいたい1時間10分ぐらいあれば、ソロであればですね、まあ、消化できるんではないかなという。ね。で、この残ったベルなんですけど、サブ端末を持ってる方は、サブ君とね、残ったベルを消化して、有効活用していきましょうということで。普通にね、多分一番上の野幕へ回る方が稼げる気がするんですけど。はい、ということで、1783。これを踏まえてですね、まあ、実際、どれだけ稼げたんでしょうかというのを見ていきまーす。あ、手元にね、電卓を用意してですね、見ていきまーす。おー。得した経験値なんですけども、20億、79万6千飛んで44ということになっております。先ほど獲得した経験値、20億ですね。そして、開始前のやつ、19億。5000万、本殿に。するとですね、5000、79万6000、42という感じで、5000万超えの経験値獲得することができました。この波数の分が、ワクワクミン EL 5% の恩恵ではないかなと、です。皆さんもぜひやってみてください。この後ですね、サブ君でちょっと登って、まあ、ランクどれだけ上がるかっていうのも、ね、見ていきましょう。はい、ということで、サブ君も消化してきました。一つだけ、メインアカウントと条件が違うところがありまして、サブはモンパス会員入ってないんですね。入ってないので、50% メインとマルチをしてですね、50% スポットでやっておりました。ランクは400上がり、スタミナはカンストという形で、しばらくモンストで遊べると思います。獲得した累計なんですけども、4500万ということで、500万の差が出てくるので、75% のね、ポット、しっかりね、つけてやることをおすすめとします。しっかりね、つけてやっていきましょうということですね。県民チャンネルにおいては、今後も、モンスト、野幕絵関連に関する情報を発信していきます。超究極とかね、攻略とかもね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録通知をオンにして、次の動画もチェックしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタン、動画のシェア、ベルマークをタップしていただいて通知をオン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。